いや、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとね、はい、さあ山形戦、はい、アウェーモンテディオ山形戦4対1で敗北となりました。4やった？4対1じゃなかった？5対1。5対1です。まあいいでしょう、そっちでも負けちゃいました。12勝って言ってたんですけどね、私目標掲げてたんですけど落としちゃった。何も言うことはありませんそうやね。でもまあ新戦力がねちょこっと活躍とかいい展開やったとかっていう意見もありますけど、5対1はあんまりやな。ちょっともう次のホーム戦九州ダービーで勝ってくれることを願うばかりです。本当やな。え、もうプレーオフ目指すわ。プレーオフになるわ。大丈夫大丈夫。あと昇格権いける？自動昇格権15試合で6点差やけん大丈夫。2位と10、そうか、うん、まだ自動昇格2位目指してます。2位っすね。2位。すいません、ちょっと短くて、あのね、皆さんが思ってるその50倍テンション下がってます負けたことによって何も言えない。北島康介バモス長崎、次勝てよ。よし、本当に悪い、いいね。